高野池智子さんの「えー、宙返り」という作品ですね。えー、フリップっていう題名、タイトル、英語タイトルですね、がついているみたいです。えっ、ー、と、アーティゾン美術館、ブリヂストン美術館ですね。新しくなった、えっ、ー、と、日本橋でいいのかな、あれは、まあ、あのいろんなところから近いですけど、東京駅からも歩けますけど、えー、の美術館でやっています。アーティゾン美術館。はい。じゃあ見ていきましょう。 さあ、これね、僕ね、河野池さんってもともと、あの、イラストレーター、あの、イラストレーションをね、描いてた人ですよね。で、水間ギャラリー、水間アートギャラリーに所属していたんだけど、えっ、ー、と、その後ですね、まあ、あの、これは円満2だと思うんですけど、円満2ですね、やめていてですね、えー、今は一人でやってるんですね。で、山にこもったりとかしてですね、えー、作品を作ったりしてるっていうね、人で、 あのすげえかっこいい人ですよ。僕はちょっとだけしか喋ったことないですけど、本当にかっこいい人ですね、うん。で、テキストが結構いい人なんですよね。まあ、いろいろ見ていきましょうか。これは一番初めのところにあった、これはコウモリでしょうかね。あでね映像、映像作品がね、3点かなえー、っと、展示されてて、これね、すっげえいいんですよね。これね、分かりますかこれ、雪ですね。 えー、多分河野池さんがですねえっ、ー、とあここにあこれは映像変わってる瞬間だからかえっ、ー、とね、えー、彼女がゆ、まあ、あの雪山にこもってた時なんじゃないかと思うんだけどに作ったんじゃないかと思うんだけどここここね, <laughs> こ,こ,ねここに河野池さんだと思いますががいますねここにもちょっと映るんすこれ多分映像が変わる瞬間だからこうなってるんだと思いますこっちこうなるとこう <laughs> 埋まってるんですねね これ,ね、これだけでもねものすごいインパクトの強い作,作品なんだけどこれ足跡消したんでしょうねこうやってね、うん、すっごいねこれね木,木の中なの木がこう点々とあってねこれどこなんだろうなあどこか書いてあったのかなあとからキャプションを写してるから出てくると思いますけどこれねこれでね何やるかっていうとねこれね「ドラえもんの歌歌うんだよ」 アンアンアンってやつ。とっても大好きドラえもんって歌うの。これは来てる。これは来てるよね。これ最高でしょ。これはね、いいですよね。ただこれ僕ね、いいとしか言えないんだよね。今のところね。あのね、ただ、もちゃんとしたこと言いますから。まあちょっと待ってくださいね。はい、これも、これはね、えー、っとね、ちょっとね、ヨゼフボイスに近いですよね。ヨゼフボイスって、 えー、ドイツの作家いますね。ヨゼフ・ボイスが、があヨゼヨゼフ・ボイスが、えっ、ー、とですね、あのー、コヨーテの鳴き声の真似するのありましたね。<laughs> とか言ってる、ねああれにほい、<laughs> みたいな感じでずーっとこれをやってる、一人で体育館で、もう不気味以外の何者でもないっていうね、なんかね、怖い。 これもなんかノースフェイス着てますけど、ノースフェイスすら怖く見えますよね。ねえ。うん。あ、これ書いてありました。えっとね、ドラえもんはね、どこかな。これなんて読むの森吉山。森吉山。っていう山らしいです。森吉山ってどこなのかわかんないけどね。うん。秋田県だそうです。秋田県。 すすごいですねあれ日本に見えなかったですね。えー、で、まあ、こっちがメイン、どっちかというとメイン、メインのスペースですね。がな、こっちなんですね。これどうなってるかっていうと、ここね、上がってきるんですね。この、まああの、あれですね。あの鉄のこの管,管ね、これ何管単管かって、こう組んであるんですけど、こう、ピューっとこう上がっていくんですね。ねあー、でもそっちの説明からするか。えっとね、あれ。 これね、ューねここここに滑り台あるるでしょこれれシューと <laughs> 落ちるのこれ、ね、何の意味があるかはね、最初僕全然わからなかった。なんでこんなことしたのってなるんです。で、ここにまあす絵あるんですけどね、後からこう内側を見せますけど、内側に絵があります。えー、ね。で、ここになんか山がありますね。はい。えー、でですね、これなんか、 骨ですね骨がですねずっと上から吊るされてですねプランプランしてるんですねモーターで、はい、でまあこれはまあこの池さんとずっとやってきた絵ですね絵画とあとまあ川ですね川あの本当の動物の川ですよえー、これがあの山とプランプランねはいであそうだでえー、っとこの企画っていうのがあのー アーティストの美術館っていうのは新しくできて、えー、と昔はまあ,ワン、えー、あれワンフロアだったそうだよねワンフロアだけだったんですよね建物の中にあってワンフロアだけだったんですけど今回あの新しくうーんいつ今年ですよねに、えー、オープンしてえっ、ー、と3フロアになったんですね3フロア、えー、なので場所が広くなってましてで、えー、若いアーティストっていうかまあ 存命の現代アーティストとうんこうブリジストン美術館って言うといけないけどねブリジストン美術館っていう名前僕もこれちょうど間に挟むけどあのアーティザ美術館っていう名前にしたの僕絶対失敗だと思うけどなあのブリジストンっていいと思うんですけどねだって石橋さんがコレクションしたわけですからねブリジストンっていい名前じゃないですか石橋ねうーん アーティゾンってアートとホライゾンをかけてるらしいんですけどあの、うん、僕はなんかあんまりその海外に向けてもブリジストンの方がいいと思いますねブリジストンの方が全然ブランド力として高いしブリジストンミュージアムっていうのはやっぱブリジストンクールな会社だと思うんで、うん、その方が良かったんじゃないかなと思うし歴史を引き継ぐっていうのすごい大事だと思うんですけどねまあまあそれはいいとしましてねえー、っと あのー、コラボレーションしてるんですねコラボレーション、うんあのー、ブリヂストン美術館のコレクションと若手っていうか現代アートの作家をコラボレーションさせるっていう、まあ、展示なんですよでえっ、ー、とここにおいえっ、ー、と河野家さんのところに置いてあったのは、まあ、他の作品もちょっと後から出ると思うのでその時に言いますけど、えー、とこれは、えー、クールベですねこれすっごいいい作品ですよね「クールベ」自然,、まあ、自然ですよね自然をあ絵に描いた人ですよね で僕ね、すっごいクールでなんか最近すっげえ重要な気がして、もうしょうがないんですけどね。うん。というのがね、風景っていうのはね、もう一度考え直さなきゃいけないなってずっと思ってるんですよね。うん。あのー、風景画っていうのがあると、あるんですけど、まあ、風景画についてね、僕ね、まあ、いろいろ思ってる、考えてることがあるから、ここ,こではちょっと話さないけど、あのー、で、まあ、後から触れることになるかなと思い、ちょっと触れるかもしれないですね。うん。まあ、 でもあのねちょっとだけ話すと、まあ、近代になって風景が発見されたっていうねいうことをですね体、まあ体のじんさん書いてるじゃないですかえっ、ー、と近代近代日本文学の起源っていう本で書かれてますよね風景論っていうのは一番初めにあるんですよね一番初めと一番最後にあるんだったかなえっ、ー、とっていう感じで風景で挟んでるって感じだったと思うけど 記憶が曖昧にな要するに風景っていうのは要するに自分が照射されてるんだっていうことなのね。あの近代っていうのは風景、ね、要するに,鏡,すよ、ね、するに鏡に映った自分っていうのが風景があってそこにこう投影するっていうことによって、まあ、主体が現れてくるっていうね初めてね近代的な主体が現れてくるっていうこういうまあ議論ですけど僕ねそれとは全然違うものがねあ,のあると思うんですねクール便利はね。 ええ、と思っていて、それは、まあ、一言で言うと距離の問題です。距離。ディスタンス。ソーシャルディスタンスじゃないですよ。ソーシャルじゃないですよ。物理的なフィジカルディスタンスね。フィジカルね。うん。そ、そうやって考えるとソーシャルディスタンスですっげえ変だな。社会的距離って何でしょうね。うん。これすごい面白いな。まあまあいいや。 あれ、フィジカルディスタンスでいいよね。<laughs> まあいいや。だからこれは僕が思ってるのがフィジカルなディスタンスの問題ね。が、あの、クールベの中にはもっともっとあの内包されていると思うので、うん。それについてちょっと考えたいなと思ってるんですけどね。これすっごいいい作品なんでね。えー、ぜひ見逃さないでみてくださいね。はい。で、これさっき言ったね、滑り台ですね。こう落ちてですね、下にこのマット。これマットもいいですね。小学校のマットね、このね。うん。もう今もう、でもマット温度とかもできないんだろうな、子供たち。多分。 で、まあ、えー、っと、えー、ふ絵があってですね、ずあ、これなんかあの、まあ、人が降りようとしてますけどね、はい。で、石なんかこう埋め込んであったりするんですね。えー、で、まあ元々、もともと、ここ、まあ、ライティングがすごいんですけどね。えー、っとですね、まあ、不気味ですよね、なかなか。まあ、こういう不気味な作品を、不気味っていうかね、うまあ、いや、不気味な作品を描く人ですね。えー、これ鉛筆だと思いますけど、鉛筆かす、墨じゃないな、木炭かな。あの、 ここに顔とかがあったりですね。あの、顔をすごく強調して書く作家なので、えええー、なんですけどね。はい。これはまあ、滑り台ですね。ちょっとね、後から重要なことは言うので、まだ待ってくださいね。これね、お家一つしかないです。ごめんなさいね。あの、河野家さんについては一個、一個だけです。ただ一つだけ僕言いたいことがあるので、ね。そのためにただ実は引っ張ってるだけなんだけど。まあ、あの、作品を見ながら行きましょう。えー、っとねうー、これがあの、先ほどのあの、大きい作品ですね。 あ、また俺クールベー撮ってる。あ、もうクールベーが好きすぎて。<laughs> このところまで撮っちゃってますね。はい。あ、いいな <laughs> これいいですね。これ見てください、このストローク。かっこいい。すっげーいいですよね。この鹿のね、角度とかもほんといいよなはい。で、これ、まあ、これまあ裏ですね。さっきの単価のところの裏ね。 こういう山とかもあるんですね。うん。こうやって見るとね、何なんだろうなーって思うんですね。よくわかんないんですよね。わかんなかったんです。えー、でもこの辺すごく有名な作品ですね。えー、っとこれ、これね、あの毛皮をこう合わせてるわけですね。はい。でこの毛皮についてもですね、あの僕これす,すごくいいと思うんだけど、あのこれね海外に持っていったらどうなるのかなっていうのやっぱ思った、思いましたね。今ね。 うん、ちょっともうちょっと後からしゃべろうかあのね、うん、まあこうこれなんかこれよく分かんなかったけどもんや、うん、こ,この顔シリーズずっと作ってますね箱庭シリーズね箱庭で顔があって箱庭があるのね,ね、うん、箱庭療法ってある,じゃあるでしょ箱庭療法の顔バージョン顔があるバージョンの箱庭療法みたいなもんねこれってやったらどうなるんだろうね現実にあのー 治療にならならさそうですよね <laughs> うんでもでもすっごく面白いと思うなこれ、うんねえー、これもあの川に絵を描いている川ってあのうほあ動物の川ねうん、うん、っていう作品ですねこれはあのストームですねあのあ竜巻の絵ですねこれも顔ですね怖いですね えまあこれがこういうのがこういうのけさんのもともとの作風ですねえー、っと下の作品なんか木版なんじゃないかと思うんですけどねあと細かい線を繰り返すような、ね、同じ線をぐーっと繰り返すような、えー、まあ,あのイラストレーション的なやっぱりタッチではあるんですよねちょっと早いちょっとこっ、ま、からちょっとスピードを上げますけど、はい、ただ動物なんかには非常に興味がある人で えっとね、ここがすごくよくて、あのただ単にですね、なんていうの白いビニールテープみたいなのがこう、吊るしてあるんですね。で、カーテンみたいになってるのね。で、この奥に入っていくんですけど、そうするとね、間にね、こう、皮が吊り下げてあるんですよ。でね、毛皮について書いたら、これすっごいいい文章なんですけどね。あ、こ,あこれだったかなこれじゃねえか。えー、うん、う,ん、うあ、そうそうそう、なでる。あのね、なめすってあるでしょ。なめす。 ってていうことにかなり注目してるんですよ。あの毛皮って、そのままだったら、当然腐っていくっていうか、あの生のものですからあ、まあまあ、多分あれ腐敗するんだろうね。だから、こう、なめ、なめしてあげなきゃいけないわけね。あれを、あれまあ、なだ撫でるということで、撫でるということですね。要するに。別に洗濯するわけじゃないから、あれね。で、要するに撫でる。 っていうことが、怪我の中に含まれてるんだっていうふうに言うわけですね。怪我を作るという行為ね。それすごい重要なことですよね。あの、つまりね,あのね、殺すってことじゃないんだ。舐めすんだよ。初めてその時に、つまりね、確かに殺してる。確かに殺してるけど、だけど、その後にある行為っていうのは、ものすごく直接的なね、怪我との触れ合いなわけですよね。 それは、動物が生きている間には非常に難しいことですよね。で、彼女が、えっ、ー、と、集めてるのは、ヒグマ、エゾ、えー、エゾシカアザラシトドこれタッチできないでしょねしかしね、こう、初めてその、死んでしまったね、毛皮になった後ね、こう、舐めすっていう行為があるんだな。うん。そうそうそう,そう。 まあそこは極めて現代的な感覚なんだと思うんです。タッチこそが重要なんだっていうね。それはスマートフォンのタッチですけどね。はい、えー、ということですね。はい、えー。で、こうね、毛顔がね、あ、これ誰だったっけな。あ、これ誰の作品だったかな。これ、どっかにね、サインあるんですよ。これないな。コローだったかな。 じゃないかなと思いますが、これは。はい。まあ、これは、あの、あれですね、ああ、大原じゃないわ。えっ、ー、と、何うんブリヂストンの改め、アーティゾン美術館ってすっげえ言いにくいな。もう、ブリヂストン美術館って僕言いますからね、ブリヂストン美術館の、えっ、ー、と、コレクションですね。はい。抵抗していこう、アーティゾン美術館には。 あそうそうそうこういうのね、ずっと絵描いてるんですよ。これ。これ一番あの,あの、小野家さんらしい絵ですよね。うん。あの、動物の怪我をきたん、まあ、人間。ものすごく目が大きいけど、動物的だよね。動物的な。で、えっ、ー、と、狼の顔がね、もう、吊るしてあるの。でな、あのね、僕はやっぱ怖かったね。僕は怖かった。爪とかも残ってるしね。 でかかいわけですよ足とかも,でかいわけあでもものすごく綺麗にあに毛皮になるんですねにされてましたねあのこうほに開いてね手のところまで当てて手っていうか足ねのところまで開いてすっごく綺麗ににの本当になめしてあったある作品ですねで僕やっぱりねこれをね絵画で展示するのは難しいだろうなと思ったものすごく今難しいだろうなと思った でもね、でも、でもね、動物と我々の触れ合いがね、その、まあ、オオカミっていうものもね、あの当時は特殊じゃなかったと。あと、あごめんなさい、えっ、ー、と、絶滅危惧種でも何でもなくてね、たくさんいてね、で、増えすぎたりしてね、まあ、打ったりしてたわけですよね。で、えっ、ー、と、その怪我を使って我々を暮らしてきた。つまり、動物とですね、共存してきたわけですね。で、ええー、その怪我は、 っていうものをねなめすっていう行為によってね私はまあなでまくるんだっていうふうに書いてあるな私は文字通りこういうふうに書いてあった「なでまくる」って書いてあったこのなでまくるっていうね行為によって行為自体にある人間を超えうん人間を超えたじゃないな 何と触れ合ってるのかなでもな、分からんな。何と触れ合ってるのか分からんがにんつ、つまりね、我々が今考えてるコミュニケーションとは違うコミュニケーションっていうものがそこにあるよ。っていうことですね。うん。それが僕はすごく重要だと思う。で、彼女は、そういうコミュニケーションを取りたいんだよね。だから山にこもったりしたんですよ。 だって人間とコミュニケーションを取りたかったらソーシャルネットワーキングサービスとかでどんどんコミュニケーションを取ってればいいんだもん。で彼女はそういう発信全然しないしそれそうですよね。彼女が求めているというか彼女が信じているのはなめすという行為の中にある物語なんですね。そう。うん。でね、この今、まあ、僕あえて物語って言ったんだけど河野池さんのね絵画ってものすごく物語性が強いですよね。 あの先ほどお見せしたようなね。あのかのそのね <laughs> というかまあ物語に興味がある人ですよ。物語にも今でも興味がある人だと思うけどね。というかまあでもね僕物語でいいと思うの,であのね神話って言ってもいいと思いますよ。あのね、神話なんですよだからやっぱり動物と人間の関わりは基本的に神話で語られてきたのであですよね。例えばあの中澤伸一さんが「海エソバージュ」で言ってますよね。 で神話研究なんかでもうそうですよね。ずっとそうですよね。えー、なんだけど、でも僕はやっぱり物語っていうものなんだと思ったん物語に彼女は興味があるなと思うのね。で、物語の中にある、で物語をどこから立ち上げるのかっていう時に、そのなめすっていうことから立ち上げてるっていうことには僕は極めて現代性がある,あると思う。彼女がある意味でね、古典的な作家に見えるんですよ、すごく。だし、イラストレーションっぽいしね。見た目はね。 なんだけど、河野池さんの作品にがなぜこんなにパワーを持ってるかっていうと、やっぱりどこから物語を立ち上げたかっていうこと、その原種にあるんだと思うんだよね。だから山にこもるんだよね。で僕、そこがね、やっと分かってきた。この展示を見て。うん。それ、ね、撫でまくるっていう一言にでもうあのこう、パッと、パッと開けたっていう感じね。うん、だから彼女、すごく言葉もできる人なので。 特殊だけど、ね、すごく特殊な言葉を使う人ですけどね。はい。で、えっとね、これね、ちょっとね、集中力が俺ね、あれだな。音は何も聞こえないけど、<laughs> 音は何も聞こえてないんだけど、あえてヘッドホンつけよう。この方が喋りやすいわ。で、えー、っとね、次ね、えー、っと、はい。 えーっと、これ、あの、影絵ですね。影絵のシリーズも、まあ、やってるんですね。まあ、僕、ちょっとこれは、でね、これはね、えーっとね、なんだったかな。なんかね、物語をね、あの、聞くんですね。いろんな人から物語を、自分の物語ね。自分語の物語を聞いて、それがですね、ここに下にですね、カードで読むことができるんですね。それをですね、こう、あの、布でですね、 縫ったですね。まあパッチワークみたいなね。あの、その絵にしていくっていう、そういうシリーズですね。だからまあさっき言ったみたいに物語。あ、物語るテーブルランナープロジェクトか。刺しては縫う物語ね。うん。ね。ということですね。で、縫うっていうことを、まあやってるわけですね。まあでも、これはもう必然ですよ。これ結構ね、僕ね、分かりやすいような気がするんだよね。あの、言葉のあやとかっていうじゃん。日本語で。あやね。あやとりのあやだよね、あれ。 だから、あの、やっぱり、あの、ヌーっていうか、紐のイメージと、あの、物語っていうのはすごくつながっているので、これは結構僕、直接的な作品だと思ってます、実は。はい。で、これがね、誰かシスレね面白いよね。こういう展示面白い。あ、あれこれがシスレね面白い展示ですよね。うん。 あのこれからこういうね、展示がね、たくさん見られていくっていうのはね、ブリヂストン美術館、本当にあの楽しみですね。はい。失礼でした。あ、でね、これね、僕ね、気づいたんですね。僕ね、これね、あのね、ずーっとね、あの、何しろクールベが好きだから、僕は。<laughs> クールベをね、ずーっと見てたわけ。でね、このね、横の家ね、ものすごいこれ近くに置いてあるでしょ、この作品。 こののピピカピカの山これななんもうね気になっちゃうがないですよ。ねどうしても映り込んじゃうし。で,で見ててもまあ目,目にも入るんですよやっぱり。でこれなんでこんな置き方してんだろうなと思ったんですよ。こうやって見たらあんまり分かんないでしょでもねこうやって見ると僕初めて分かるようになったんだよな。こ,これもうちょっと極端に撮ってもよかったな。 これね、わかるかなこれちょっと斜めに撮っちゃってるからな、あれなんだけど、これ、見れますよね。これだったら見れるのよ。これ僕ね、どうやって撮ってるかっていうとね、しゃがんで撮ってるのよ。しゃがんで撮ったんですよ、僕、これ。これ、初めて分かったんですよ。 でね、ふすまもね、あ、これね、これ立ってるのかなはい、これしゃぐむ。これ比べてますね。これ立ってます。いいですかこれ立って取ってますよこれ真ん中のやつが眩しいでしょはい、これしゃがんでます。どうですかこっちでしょねえ。だからね、この人の、この人っていうかな、その、 うん、河野池さんね、今回ね、しゃがませようとしたんだな。でね、しゃがませるっていうのはどういうことかっていうことですよ。これ動物になるってことですよ。四つん這いになるんだよ。四つん這いになれって言ったんだよ。河野池智子は、今回、展示で。ね人間よと。でも,も彼女さっき埋まってたじゃん。ねあの、四つん這いになってみろって言ったんだよ、作品を。これすごいことだよ。 でそしたらねやっぱりねほらクールベの見え方も違ってくるんだよね動物になるとクールベの見え方も違うし、ほらさっきの作品どうですか全く違うものに見えてくるんですね当たり前だけどね <laughs> 当たり前だけどでもこっちでしょ見え方は見方こっちだったんだよ俺気づかなかったこれ全然気づかなかった そうかと思っったたたのものもすすごい巨大な作品作品りしてたんですよあの神奈川県立なんとかミュージアムみたいなところでやってる時もね芸術あの演劇のホールみたいなところでやってる時あ違うかの演劇のホールの,あの下についてるやつねあのミュージアムでやってる時もこういうの作ってたけどなんでかなと思ってんですこの人しゃがませようとしたんで下から見せ,見せたいんでよ。で僕これもそうだということに気づいたんです。ね なんで滑り台があるかってことですよ。滑り台からですね、落ちてですね、ポーンってね、あの、滑り台か、なんか滑り台からポーンって飛んでですね、パッとこう着地するわけじゃないでしょ。絶対ある程度しゃがむんですよ。そっから見ろって言ったんだよ。しゃがませるためにね、滑り台を作ったんです、彼女は。ね。で、もともと襖絵っていうものもですね、あれはですね、手をついて見るものなんですね。手をついて。ご存知ですかねあ。手をついてっていうか、まあ、立って見るものじゃないでしょ。少なくとも。 で、あの掛け軸なんかは完全にあの座って見るようになってるんですね。知ってますだから掛け軸って上と下で、あの上と下で絵のところの幅が違うんですよ。上の方がでかいんですよ。なんでかっていうと、下から見たときに同じ幅になるようにね。ね。あまあ、あの掛け軸絶対見てください。必ず上の方が幅が広くなってますから、絵の余白の幅ね。布の幅が広くなってるんですよ。で、まあそういうことなんだけど、でもね、あのー、そういうことだったんですね。 これかねこの作品だからこうやって見るとどうですかこれかなり下から撮ってるものすごく見上げて撮ってるんですよこれこれ迫力全然違うしこっちから見て描いてますよねこの絵もねよく考えてみたらそりゃそうなんですよだってこれ嵐嵐じゃねえや竜巻なんですよ我々は竜巻ね真横から見ないですよそれはねテレビの映像とかでねヘリコプターとかでブーってやってね あるいはねそのドローンみたいなの飛ばして見るかもしれないですよ。だけど人間はどこにいるんだっていうことですよ、人間は。あるいは動物は。我々はこのね、地べたにいるんですよ、地べたに。地べたにいてこうやって見てる。だから、ここに人か、人の顔も地べたにあるじゃないですか。そういうことなんですよ。これなんですよ、これって、これは、こうやって見てるとすごいでしょ、これ。これね、はい。ということなんですよ。ね。僕もこれ、発見したんですよ。<laughs> ということでですね、河野池さんのね、展示はしゃがんでみよう。で、これが結論です。しゃがんでみる。うん。動物になれということです、えー。僕はこれは素晴らしいと思いました。本当に河野池さんはね、この展示はすごくいい作品、あの展示だ。あのね、展示としてね、僕はね、めっちゃよかったと思う、うん。これまでの展示よりも全然いいと思いますね、河野池さんの。あの、これまででもう間違いなく最高でしょう。 と思いますあの僕は河野家智子さん自体のあのー、作品いろんな動物がいて楽しそうかそうかもうそれもありますねあそうそうそう評価ボタンそうあのこれ言うの忘れてたはいであの河野家さん僕はい,僕はい,いきなり言ってもしょうがないけど河野池さん自体もあのー、の作品も あのはですね、実はまあそんなに絵を見てたからね僕ねあんまり好きじゃなかったんだけどあの今回の展示は良かったね本当にということですねはいね、はい、でねちょっとコメントひら拾いますねいろんな動物がいて楽しそうってね <laughs> あのそういう風にね見れるの僕羨ましいなあの僕はなんかねこまあやっぱね怖いよ僕僕やっぱ小野幸さんの作品はその動物になるとかねなんか偉そうなこと言ったけどすいません怖いです僕は。 うん、素直に怖い、ね、もうあのあのさっき見たでしょあのあれあのー、毛皮が吊り下がってるところとかね怖くてね入れないんですよ。でねあのー、そういえばねあれでしたよそこでねなんかねこうあのねすごいいいカメラを持った、ね、男性とねなんかあの綺麗な格好した女性がねあのー、あのー、なんかね写真撮ったりしてましたこんなポーズ撮って。ね。 えー、最近まあ話題のねもうねこの,この放送はゴシップ僕言わないことにしてるんだけど、まあ、ちょっとゴシップ触れちゃったけどまあそういう放送ね放送じゃないそういうね撮影みたいなのもしてましたけどね僕はもう全然そんな気になれなかったあれも怖かったもうめっちゃ怖いもう入るの怖いしもう触れないし僕もう舐めすなんていうことはね全然できなかったですねあ舐め舐め,舐めしていい触ってまあでもあれ触っていい作品なんだと思うんだけどまあそんなこと全然できなかったですけどねまあうん でもその怖いのもやっぱり重要なんだと思うんだよね。僕、あの素直に怖いと思うこともすごく重要だと思っているので、えー、まあそういうことですね。はい、やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについて、ね、考えなきゃいけないですよ。アートっていうものは。